久保さん、今回、買いですね。まあ、実際ね、久保さんの言うとおりですね、僕はあの、今度の水曜日、まあ、安い商品出すんですよ。で、楽しみにしてますっていう、商品楽しみにしてますみたいな、言われましたね。そう。だからまあ、お客さんがお得感が出るような価格帯で、まあ、お客さんが欲しい商品であり、なおかつお客さんにお得感が出るような価格帯だったら、もうたあの、 セールス、どんな商品買えるのかなみたいな、ワクワクするみたいなね。最近ね、僕、あの、安い商品やってなかったんで、ちょっと、今月は、集中月間、最後、集中月間で、安い商品を売ろうかなと思いますね。うん。ま、1000円以下、1000円以下の商品を、毎週水曜日、毎週水曜日出します。 そう久保さんの言う通りね、やっぱね、あの、やっぱ包丁研ぎなんですよ。うーん。いや、どれだけ経験があったとしても、やっぱやっ呼吸のようにやってないと、まあ、どんなにいい包丁、切れ味抜群の包丁があったとしても、やっぱ使ってない研いでないと、錆びますよ、本当に、多分10年前、めちゃくちゃいい包丁でした。10年間、何も手入れしてません。多分錆びてますよ。うーん。 ねやっぱね使わないとやっぱ鈍るんで、うんまあ、僕はもう毎月なんか商品売ってるんでやっぱもう呼吸のようになってるんですよねこれは、まあ、やっててあの最初は大変でしたけど逆に言うと大変が大事な大変、まあ、ずっと続けてるんで大変がもう習慣化になってるし大変が別に楽になってるし別に普通になってるんですねであとはなんだあの そのなんか大変だけどやればやるほど大事な大事さにも気づきますねうーんそうまああとそのブログも毎日更新も2年半やっててまあ文章をまあ何かしら書いてるんですよでそれやってきた結果まあ今回セールスレターたし、まあ、いつもセールスビデオかセールスレターなんですけど、まあ、セールスレターもねそんなにやっぱ文章やっぱね 書いてるのでまあまあやっぱ書けますよねいきなり書いてない人が書けって言われたら結構しんどいと思いますようんだからねやっぱブログも毎日まあ何か文章を書くっていうのも続けてきてよかったしまあ動画に関してはねもう呼吸というか趣味みたいな感じでなんか何でも別に動画撮れるんですけどこれもまあやってるからですねそうだからまあうーん 誰から買うのかっていうと、呼吸レベルでやってる人から買うといいんじゃないですか <laughs>。<laughs> まあやっぱね、まあコンサルタントとかは、やっぱ、まあ特にその飲食店、飲食店の経営コンサルタントがいると思うんですよ。でもその飲食店の経営コンサルタントは飲食店を経営してないっていうね。まあそれコンサルタントで飯食ってるから、その飲食店は経営してないっていうね。 まあまあ別に普通じゃないですか。まあそうよ。コンサルタント業で飯食ってるので、まあ飲食店経営してたら、あの二足のわらじって結構しんどいじゃないですか。か10店舗、ね、飲食店経営してます。経営者です。コンサルタントもやります。結構しんどいと思いますよ。だからまあ世の中見ると、まあやってないけれども、あの、経営コンサル,ンサルやりますみたいなのがまあ普通じゃないですか。 で僕の場合は普通じゃないんですよね。やってるし、教えられるしっていう。これはね、多分ね、ネットだからできるんですよ。だからその飲食店をその経営しながらコンサルタントしんどいですよ、多分。うん、多分しんどいですね。これは、まあ、できないことはないけどしんどいと思います。うんなぜならば、やっぱり現場は結構大変なんで、うん、いろんな問題があるんですよ、人間関係の問題とかね。 まあ、ね言われるわけですよ。売り上げ。<laughs> 僕は、あの、これ一生使いますけどね。<laughs> 部長が帰れない。部長が遅くまで働いてるから僕たちが帰れないんじゃないですか、みたいなね。まあ、定時まで仕事したら仕事、みたいなねせ。まあ、アルバイトだったらまだしもね。アルバイトまあ、アルバイトあ、そっか。まあ、アルバイトだったら別に働いた分なら給料もらえるからな。正社員だからか、逆に。うーん。 いや、お前らの給料降ってこないよっていう話でね <laughs>。別にその、その夜遅くまでね、残って仕事がしたいのかって言われると、まあ、僕も人間ですから早く帰れるんだったらね、早く上がれるんだったら、それは帰りたいですよ。帰れるもんだったら。うーん。まあ、仕事が好きか嫌いかというと、まあ、好きな方かもしれないけども、帰れるんだったら帰りたいですよ。だってプライベートの時間やっぱ欲しいじゃないですか。そんなのは当たり前のごとく。 やっぱ帰れない理由としてやっぱ売り上げね、上げないといけないっていう責任があったんで、僕はね。うん。だけどね、責任が、売り上げを上げなくてもいいという責任がない人からすると、いや、ね、定時で帰りたいですよね。いや、なんか仕事しみたいなね。うん。そう。じゃあ会社に、その、 規定時間いたら仕事してることになるんですかって話で8時間の規定時間がありますじゃあ椅子に座ってます時計を見てますあ部長8時間経ったんで椅子に座って8時間経ったんで帰りますみたいなね <laughs> どういう仕事やねみたいなねまあ極論言うとですよ極論言うとそういうことじゃないですかね8時間いました椅子にずっと座ってました部長帰りますみたいなね まあ多分それはないとは思いますけど、なんだろうな。まあ結果を出さないといけないので。うん。まあ特にね、なんかその大企業、大企業みたいにね、営業職があって、経理部があってなん、人事部があって、なんちゃら部があって、なんかそれで一体でやってるんだったら、まだしもなんかちょっとわかる気がするんですけど、中小企業でね <laughs>、中小企業でこ、あのね、なんかマンションの一室で、マンションの一室でね、 あの5、6名のスタッフでやっててね、うん、そんなないでしょ。<laughs> どうすかマンションの一室で5、6名でやってんすよ。いやーね、ないっすね。そんなんないっすよ。いや、大企業入れって、大企業行ってくれと思、<laughs> コンプライアンスがうるさい大企業入ってくれって話じゃないですか、そんなそんな。そんな中小企業に求められてもそれみたいな話で。 多分、ね、僕は思うんですけど、中小企業って、そんな会社ほぼないと思いますけど日本全国割合的にね。大企業ぐらいじゃないですか、コンプライアンス的に。その、もう、早く帰れ、みたいな。とか、早く帰っても行ける、その会社の体制があるからいいんだけども、中小企業って、安定ないじゃないですか。うん、そう。安定ないですよ。だって、吹けば飛びますよ。 うん、大,企大企業の場合はどっかでリカバリーができるじゃないですかいろんな部門があるし、うん、だってソニーとかも例えば僕テレビソニーのテレビ好きなんですけどもあテレビ事業赤字だけどもゲームゲームが儲かってるわけですよねソニーってめちゃくちゃだからそのどっかの事業で補填してるとかねどっかの事業は赤字だけどもどっかの事業で黒字化したりとかしてるしそううん まあ誰から買うのかっていうところに戻すと、まあどうせ買うんだったらやってる人から買った方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、そう。まあ自由ですけどね。あと買う、買わないも自由ですけど。まあ少なくとも久保さんはか買ったから今がありますからね。そうただ久保さんと僕の関係ってそもそも久保さんがあの僕がプロデュースしてた商品買ってっていうそこからですから。 この関係性も久保さんが買わなかったらな,なかったですからね。100%ないですよ。100%です。100%ないです。久保さんが商品買ったから全て始まってるんで。事の始まりは。事の始まりはお客さんですからね、久保さんは。<laughs> そう。うん。まさかね、僕もね、当時ね、あの、広島の久保のコメントを読み上げてね、久保さんとこんなやりとりをする結末になるとは思わなかったですけどね。 人生何があるか分かんないですよねだってね広島の久保ですって最初広島の久保でしたからねあのよく分かんないコメントが入っててよく分かんない人だなと思っててねそのよく分かんない人と僕はこのやり取りよく分かんないやり取りをね <laughs> ずっとしてるっていうね何なんでしょうね人生っていうのはいってらっしゃい。